小野高村明度がよいの井戸陸道鎮行寺は、京都市東山区にある臨済州県仁寺派の寺院。3号は大鎮山。本尊は薬師如来。8月7日から10日の陸道参り、小野高村が明海に通ったと伝わる井戸で知られる。通称、陸道さん。この付近が陸道の辻であるとされる。この寺の所在地付近は、 平安京の仮装地であった、鳥辺野の入り口にあたり、現世と高いの境にあたると考えられ、陸道の辻と呼ばれた。陸道の辻は五条通り沿いの陸道、鎮光寺門前やその西方の西福寺付近とされている。創建は延暦年間とされ、会期は奈良の大安寺の十字で、愚峰大師の死にあたる慶春とされる。遺説として空海や小野高村などとする説のほか、 かつてこの地に住した豪族取り部氏の氏寺がその前身であるとも言う。さらに当時ゆり文書の山城国鎮魂寺領壺付け案という文書には、鎮魂寺は、上和3年に山城短会が創建したとある。藤原道長の日記、御堂関白記、長宝6年3月12日上にある鎮密寺は、鎮魂寺を指すとみなされる。 金星の地種類には、陳高村寺と書かれることもあり、寺号は本来、陳のうではなく、陳光寺と読まれていたと考えられている。陳光寺には念仏寺、あたご寺などの別称もあり、イロハーザル遺書、山城明石巡行氏は、陳光寺の別名をあたご寺とするが、あたご寺が陳光寺と念仏寺,寺に分かれたとも言う。東山区松原通り、山和王寺。 東イルユ弓ヤ町には念仏寺という寺があったが、大正年間に右京区佐賀トリーボンに移転した。鎌倉時代までは当時の末寺として多くの寺寮と伽藍を有したが、南北朝時代以降、寺寮の多くが兼任寺の所有に転じたことと戦乱により衰退し、中世後期の寺師は明らかではない。常時三年、県民寺から文太に両僧が入寺して再興。この際に、 臨在州に改められた。明治に入り一時県林寺に併合された時期もあったが、明治四十三年に独立した、鎮光寺山系曼オボンに、祖先の霊を迎えに参る。山道で、高山木を購入、水塔場に戒名を書いていただき、清め、迎え金をつく。境内は、年中時間中なら、拝観できる。5名以上のグループは、 事前予約制で道内のみ有料で配管できる。特別配管時は予約なしで道内に加えて庭に降りてメイドが良いの井戸、光線が襟の井戸を配管できる。配管日はおおよそ月に1回ほどあるが日程は公式 HP などで確認のことありがとうございます。